熱した一戦、残り12分の攻防で決着します。ショーウェイブザーズフォースセカンドダウン10ボールオン相手陣21ヤード。中央オフェンスライン見事な穴を開けまして、その穴を突き抜けるように一気に攻撃権更新です。ショーウェイファースター見事攻撃権更新を果たしましたのはショーウェイブラザーズランニングバック32番の野田です。さあこれにより相手陣4ヤードに入りまして、ショーウェイブラザーズファーストアンドトゥーゴール、4回の攻撃でこの4ヤード突破を図ります。さあ中央いった、タッチダウン、最後を託したのはエース32番、同じく中央へのミッシュへのパープレー、オフェンスラインが開けましたの見事に突き抜けるようにエンドゾーン飛び込んでタッチダウン。ショーウェイブラザーズランニングバック32番野田のランによりましてタッチダウン重ねまして6点追加となっています。さあそしてトライフォーポイント、キック決まりまして1点追加、ショーウェイブラザーズ14点、九州熊本マベックス6点、その他その差8点と変わりました。最終クォーターに入りまして、ここでさらに得点に変化が生じました。ショーウェイが一旦突き放す形に成功となっております。しかし8点はまだワンプレーで追いつけるギリギリ最大の得点差でもあります。このわずかな1点の差、そして8点というリード、これが最終的にどのように左右するでしょう。その試合は勝利のキックオフで始まります。従いまして九州次の攻撃を得る形になります。さあマーベリックスリターンに入った、さあまた狙っている、ナイスリターン、リターンなら今度は右サイドラインには駆け上がりまして自陣40ヤード付近を越えましたが、ここでイエローフラッグが投じられております。キッキングチームにオフサイドの反則がありました。ボールを蹴る前にボールの前に出た選手がいました。5ヤードのペナルティはボールが止まりました時点から5ヤード、抜体する形で施行されます。従いまして九州熊本のマーベリックスはハーフウェイ付近からの攻撃をする機会を得ます。さあこれによりまして自陣48ヤードにボールがセットされました。この攻撃活かせるでしょうか。九州熊本のマーベリックスファーストダウン10、パスは成功、しかしナイスディフェンス、まず外に展開しているレシーバーにキャッチアンドランを図らせました。キャリアは28番、しかしこれをショーウェイ96番対応しまして約3ヤードロスに変えました。
さあ九州熊本マーベリックスセカンドダウン13、しまして左オープンランゼ32番相手ディフェンスマクリオに左オープン展開を図り約5ヤードから失礼しました約7、8ヤードの原因としています。キャリア32番は岡田でした。熊本大学出身、九州熊本マーベリックスサーダン6、クォーターバック1、左に展開したワイドレシーバー2番にパスを通しまして攻撃権更新、クォーターバック X ファースター鮮やかなパスを通しましたクォーターバック5番吉村取りました。ワイドレシーバー2番クォーターでした。さあ相手陣32ヤードから九州熊本マーベリックスファーストダウン10、さあトラブル発生している、どうだった、マーベリックス確保しています、プレーは継続しています。中央へのランプレー、キャリア26番ボールをファンブルしましたがしかし味方を抑えまして攻撃継続となっています。ゲインは約3ヤード。九州熊本マーベリックス相手陣29ヤードからセカンドダウン7、ファーサーランニバック32番ハンドロープレーで左オープンに展開、相手のディフェンスを裏をつくように見事なステップで攻撃権更新としました。九州熊本マーベリックスファーサー、さあこれによって相手陣21ヤードに迫りました。今度はものにできるでしょうか、九州熊本マーベリックスファーサーアンテ、パス不成功。ここで中央を切り込んだ83番にパス、しかしこれも翔へパスカットしましてパス不成功、ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。九州熊本マーベリックスセカンドダウン10、成功。今度は左フラットパターンに出ました。2番にパスを通し確実に約6ヤードから7ヤードのゲインとしています。失礼しました、ゲイン8ヤードの訂正です。ここは確実に強打、まずキャッチを優先としました。熊本マーベリックスサードダウン3、ここでホイッスル、ここで九州熊本マーベリックス後半1回目のタイムアウトを投入します。
現在ボールは松永寺14ヤードの位置にあります。公営権更新に水よけりは3ヤード、エンドゾーンまで14ヤードの絶好の位置。九州熊本マーベリックス、ここで後半最初のタイムアウトを投入しました。さあどのようなプレーを下すでしょうか。タイムアウト解けます。九州熊本マーベリックス、サードアンスリパス不成功。ここでトリックを持ってきた。オプションをフェイクしピッチを投げた、受け取った2番がそこからパスを投じる、いわゆるフリーフリッカーに近いスペシャルプレーでしたが、しかしこのパスは決まらず、パス不成功となりフォースダウンに変わる模様です。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。残り時間は6分48秒。展開としまして相手が攻撃を取った場合のに奪われる時間を考えますと、ここは何としてもプレー継続ないしはタッチダウンを狙いたいという状況ではあります。さあ果たしてここでどのような判断を下すでしょう。九州熊本マーベリックス、パドルを解きましてフォーメーションを組みました。プレーを選択します。フォースダウンギャンブル。さあリバースティックのキープだったが松永ナイスディフェンス。このプレー阻止しましてフォースダウンギャンブル失敗。攻守交代となります。ターンオーバー。まさに駆け引きというそのワンプレーがここで行われました。ここで九州熊本マーベリックス、何としても得点狙わんとここでリバースフェイクのキープを選択しましたが、しかしそれに見事松永対応し攻守を奪い取り、攻撃権奪い取り返しまして松永の攻撃に変わります。さあしかし試合はまだ終わっておりません。試合時間残り6分41秒。松永ブザーズ自陣15ヤードからファーストダウン10。ここで中央抜けた。ナイスファーストダウン。何は国中9番中央突破するランプレーを託されまして相手のディフェンスの隙を抜く側に一気に攻撃権更新としました。松永ブザーズファースト、見事攻撃権更新果たしたのは29番柏原でした。松永自陣27ヤードからファーストダウン10。さあ再び中央へのランプレー、ここは29番柏原に再び託します。倒れ込んだ距離を稼いで約2ヤードほど獲得しています。松永セカンドダウン8。さあラン重ねます。
柏原に中央突破を敢行させまして、約これも3ヤードから4ヤードゲインに変えています。ボールを持った選手が中で倒れる場合にはプレーとプレーの間も時計は回り続けます。ショーエイブザーズサダンスイナイスラーファースターラインバック19番伊丹のランプレー、相手のプレッシャーをかわすように左オフタックル駆け上がり攻撃権更新です。ショーエイブザーズファースターショーエディレイン41ヤードにまで上がりましてのファーストアンテン。クォーターバックにはプレーアクションから右に展開していた28番にパスを通しまして約46ヤードのゲインとしています。パスキャッチしましたが28番の佐藤でした。ショーエイブラザーズセカンドダウン5プレーキャリア32番密集点飛び込みまして約3ヤードのゲインとしています。32番野田です。非常に手堅い前進ですが同時に時間も効率よく消費しております。試合時間は残り時間まもなく残り2分30秒を切ります。九州マウントマーベリックスの攻撃反撃の時間が奪われていっております。さあ中段区攻撃権更新ファースター、ここもランプレーで攻撃権更新としました。翔英ファーストダウン獲得です。そして残り時間2分を切りました。ここで九州熊本マーベリックス後半2回目のタイムアウトを投入しました。着実にいいトザゲーム、ボールを確実に食いつぶすように時間を食いつぶしていっている巧みなボールコントロールを展開される、反撃の機会を奪われることを阻止するためここでタイムアウトを投入しました。さあ翔英の攻撃止まるでしょうか、あるいはこのまま押し切ってしまうのでしょうか。タイムアウト解けます。翔英相手陣47ヤードからファーストダウン10。クォーターバック2番相手プレッシャーを考えましてハンドオフオプションし右オープンに自らキープ、約4ヤードのゲインとしました。しかし外へ出ましたのでここで一旦時計は止まります。
ショーエー相手陣44ヤードからセカンドダウン7、試合時間残り1分50秒。中央でのプレー、キャリア28番密集点に飛び込み、29番密集点に飛び込みまして、約2ヤードのゲインとしています。ここで熊本最後のタイムアウトを投入しました。さあこのシリーズ非常に重要です。ここで阻止できないと、熊本にはタイムアウトの権利がなくなっているため、試合の市内の時計を止める手段が残っておりません。このシリーズを更新するか否かが非常に大きな分岐点となります。そのタイムアウト解けます。試合再開、ショーエー相手陣42ヤードからサードダウン クリアン、プレーアクションからパスを投じようとしました。しかしこれを熊本11番が猛追しまして、キュービーさんパスを投じる前に仕留めまして、フォースダウンに変えます。さあしかしこれはランプレーの扱いになるため時計回ります。このプレーの終了時間が九州熊本マーベリックスの最後の攻撃シリーズの時間と考えていただければと思います。避けるために低いキックを蹴って転がすような形でリターンを避けようとしました。しかしそのキックは、熊本に当たった。結果的には相手陣深く入ったところから熊本は攻撃をすることができます。九州熊本マーベリックス相手陣33ヤードからの攻撃になります。そしてそのチャンスは残り50秒。熊本相手陣33ヤードからファーストダウン10。パス成功。まずプレーアクションからエンドゾーンに向けてのロングパスを投じました。しかしこれは翔英もカバーしており、パス成功になっています。前パス失敗ですと時計は止まります。試合時間残り43秒。九州熊本マーベリックスセカンドダウン10。右に展開していましたワイドレシーバー87番にパスを通しまして攻撃権更新です。87番外へ出ましたので、ここで時計が止まりました。試合時間残り36秒。熊本マーベリックスファースター。さあ相手陣16ヤード、九州熊本マーベリックスファースター10。
レシーバーディフェンス振り切り、そのままエンドゾーンでキャッチ、タッチダウン、6点獲得です。さあ差は2点。そしてトライフォーポイント、2点狙います。2ポイントコンバージョン。スリアイナー翔英猛ラッシュをかけました。この QB の動きを阻止、このプレーを潰しまして2ポイント失敗。九州クアウトマーベリックス12点、翔英ブザーズ14点。さあしかしここでまだキックオフのチャンスがあります。ここでキックオフの手法としてオンサイドキックという手法があります。短いキックを蹴り10ヤードを超えれば双方どちらが押されても構いません。この権利を使い再び攻撃を得る可能性がまだあります。翔英もこれに備えまして選手をほぼ全員前に上げた。警戒はありますが、しかしここは行くしかありません。九州熊本マーベリックスキックオフ。さあ行った、抑えたのは翔英。従いまして翔英の攻撃となります。警戒はされていました。しかし行くしかありませんでした。そのギャンブル、あわや成功するかでしたが、しかし翔英を抑えまして翔英の攻撃となります。翔英相手陣46ヤードからファースト安定。ビクトリーフォーメーションを組みます。2段時計を回します。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスにペナルティがありました。5ヤードの罰体となります。5ヤード下がりましてファーストダウンやり直しとなります。翔英ブレザーズファーストダウン15。2ダウン、時計を回します。九州熊本マーベリックスに時計を止める手段はもう残っておりません。刻一刻、試合は時計が回っております。残り時間10秒を切りました。ここで試合終了となりました。試合終了となりまして翔英ブラーズ14点、九州熊本マーベリックス12点、翔英ブラーズ勝利となりまして翔英決勝進出となりました。
またしても X の壁に阻まれました九州熊本マーベリックス。しかし見劣らない素晴らしい戦いぶりでした。ナイスファイトでした。そして苦難の時期を乗り越えまして松永座図ついにジュニアトーナメント決勝進出を果たしました。この日程勝って優勝したいと思っていますのでぜひ最後まで応援よろしくお願いします。ありがとうございました。これまでのガシに昇誕乗り越えまして一気に花開かんとする松永の次の決勝戦期待したいと思います。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりにかつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり家業のため一度は離れた仲間が戻り脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑みその力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れあの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ今を紡いでいるこの歴史物語をかつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の楽しみ続きを楽しみにしつつこの配信は一旦ここで終わらせていただきたいと思います。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は NFA 社会人アメリカンフットボールの許可を得まして私道楽屋イチャの方で実況配信をやらせていただきました。機会ありましたらまたお会いいたしましょう。そしてこの後に続きます交流戦も配信させていただきます。それでは失礼いたします。